中国郵政は、中華人民共和国において、郵便事業を主軸として、銀行等の金融業務、宅配などの物流等を扱う、国営企業である。イメージカラーは、能力色。2019年の統計で郵便取扱い総額が1兆6千億元で、あり、このうち、郵便小包みの売上上七は790、47億元。 取扱量は507億個となっており、売上取扱量ともに5年連続世界一である。中華人民共和国成立後に中国共産党側の優勢組織が従来の中華優勢の優勢組織を吸収して1949年に発足した。かつては中国人民優勢と呼ばれていた。なお、1972年までは、 万国郵便連合に加盟していなかったが、国際郵便に使用することは可能であった。国家による郵政事業と郵便貯金事業を行う官庁であったが、2007年1月29日に郵政行政の監督管理を行う中華人民、共和国国家郵政局と実質的経営を行う中国郵政集団行使に組織分割され、これにより中央政府管理下で、 国務院財政部が出資する中央企業となる。また、郵政事業の改組後の同年3月20日、貯金部門が中国郵政貯蓄銀行として発足した。2015年5月のロシアのウラジーミル・プーチン首相と習近平主席の合意により、一帯一路戦略に順じて、同年9月にロシアとの国際物流に関する主導的な三角文書に署名。 同年の中国国務院が開催する金融シンポジウムではインターネットでの物流管理、農村部における電子商取引などを課題としている。同年の中国企業連合会などが選ぶ中国トップ500企業において中国郵政集団講師は22位にランクされた。参加の郵便局内は貯蓄と郵便の間独自が同居する形式になっている。 2019年12月28日、中国郵政集団有限講師として正式に発足し、北京で記念式典が取り行われており、それまでの名称である中国郵政集団講師から中国郵政集団有限講師へと社名を変更している。制度改革後は中央が一元管理する単独出資企業となり、今後は郵便、宅配、物流、金融、 電子商取引を本業とした各化経営を目指していく。1998年に郵便事業と電気通信事業へと分割され、2005年には行政と企業へと分割されており、2007年に中国郵政貯蓄銀行が設立され、2010年には中国郵政速達物流古墳有限講師が設立されている。 また、ゆうちょ銀行は2016年、香港証券取引所への上場を果たし、2019年には、上海証券取引所へ上場しており計画された、ロードマップを完了している2020年、郵便宅配では3大事業を実施する予定である。1998年から2018年にかけて、郵政集団の営業収益が著しく伸びており、 業務収入は287億元から5668億元へ増え、営業利益は179億元の赤字から468億元の黒字へ変わっている。2019年の売上高は1兆6000万元に達し、利益は9600億元となり、前年比30%の伸びとなっており、これは中国国内総生産の1割に達する数字となる。 中国郵政の郵便局2018年時点での主要市会社一覧中国郵政の中型トラック。中国自由型記者集団生1949年から2018年までの70年間で、中国郵便の総売上げは1億6000万元から1兆2345億元へと7700倍にまで成長しており、 宅配取扱い量も1980年代の153万個から2018年の507億個へと急拡大を見せており30年間の年間平均成長率は41.5%であった2019年にマッキン税が発表した最新の調査によれば中国市場は世界で最も成長が早い新興市場であることが報告されている このレポートでは17カ国の B2CE コマースの傾向を分析し、1人当たりの年間の受け取り個数の調査も行っており、データによれば、アメリカは年間平均21個、ドイツ24個、イギリス22個となっているが、他のヨーロッパ諸国においてはアイルランドは年間平均15個であり、スウェーデンは6個、イタリアに関してはごくわずかであることが明らかになっている。 また多くの発展途上国での一人当たりの年間受け取り個数はインド、ベトナム、マレーシア、タイなど同様に一個であり、他東南アジア地域でも同様の傾向を示している。2018年の日本経済新聞の中でも中国 EC 市場は日本の10倍の規模であることが報道されている。国家郵政局のは2018年空白域をなくすため、 合計17万8000局に達した全土への郵便局の開局と同様にメールショッピングサイトも整備し、人口カバー率は95%を超えており、小包み宅配網の基本整備を完了している。郵便サービスの年間利用者数は1000億人を超え、オンラインショッピングの取引規模は7兆元超え、7000億元以上の農産物が都市に流通し、 7000億元以上工業製品が地方農村部へと流通している。年間平均100億個のペースで依然として急速に成長しており、2019年は600億個を超えると予想されており、これは1日あたり3000万個の増加となる。この急速な成長は、アリババグループが運営する、天猫、トータカラモー、電化製品を中心とする共同症状が運営する。 JD.com 後発組であるが、共同購入形式で急速に拡大している、ホータタが運営する、ピンドードなど、上位4社を中心とする大規模なオンライン販売プラットフォームの普及が大きく影響している。アメリカの市場調査機関であるイマーカターが発表した2019年のレポートによると、トータカラモーが515億ドル、テンネコが432億ドル、 JD.com が259億ドルとなっており、この公開されたデータは2018年度にテンネ猫が4四半期連続で41%を超える GMV を達成したことを示している。トータから猛全体の年間売上高は5000億円の規模に近づいており、トータから猛とテンネ猫で合計1億人のユーザーを抱えており、その数は急速に成長し続けている。 2018年の JD.com の GMV は前年比30%増の約1.7兆元で収益は1000億元を超えている。年間3億人以上のアクティブユーザーを抱える JD.com の営業利益率も過去最高に達している。同様に中国の電子商取引分野でアリババグループが運営する総壁を揺るがした。 ピンドードも GMV は4716億元に達し、前年比で234%増加し、年間4億人以上のアクティブユーザーを抱えている。2019年上半期には注文量が70億を超え、国家郵政局の情報によれば、2019年上半期の総取扱い量は合計277億7000万個に達しており、このデータから、 金堂道の割合が20%以上増加したことが分かっている。祝祭日は平日の販売に加え注文が殺到することで物流量が爆発的に増加し、独身の日の売り上げは毎年過去最高を記録している。2017年、独身の日での使用 EC サイトの合計注文件数は8億5000万件に上り、これを小包に置き換えると、 地球線2 0 0周分となる。2018年にはさらに記録を更新しており、アリババグループだけで1日あたり10億件以上の注文があったが、わずか1週間で11億個以上の荷物が配達されており、この物量の配達を終えるには米国では20日、英国では4ヶ月かかる計算となる。またこの物量は2006年に配達された速達の総量に相当する。 中国の農村部人口は6億人であり、宅配サービスに対する需要が高まっており、農村部の郵便局会局と物流網の構築を終えており、そのカバー率は95%に達し、2019年600億件の出荷のうち4分の1は農村部からのものと推定されているが、農村部でのビジネス成長率が都市部の成長率よりも約10%高くなっている。 武漢で発生した新型肺炎に対し中国郵政当局は緊急通達を出しており新型肺炎拡大により需要が逼迫している医療品や貿易物資生活必需品に監視行政や警察と協力しながら優先的に配達することなどを郵政だけでなく物流各社に対し発表している緊急支援物資や市民への生活必需品に対する支援として 広州武漢や武漢から重点地域間に航空路を開設し物資輸送ルートの確保を行っている。3万2000便となるトラックによる車両支援や航空機5機を投入しマスクや医療品など4万9000箱の物資を輸送し、逼迫している需要を緩和させている。中国内のサプライチェーンも国外から積極的な買い付けを行っており、これにより、 国内メーカーの生産能力確保に努めている。またウイルス感染を抑えるため、宅配の非接触配送サービスを開始している。貿易物資不足により、また星国際とテンセンと共同で、英国や日本から調達した防護服を乗せたチャーター貨物機が武漢天河国際空港に到着している。ソネー電機やアリババグループなども率先して海外から、 貿易物資の調達に奔走しているほか、アメリカの貨物専門航空会社フェデックスも、医療品などを緊急支援物資として現地に送っており、2020年1月30日早朝、甲州白雲国際空港のフェデックスアジア、太平洋地域ハブに到着し、甲州から部下にの物資調整役を担っている、中国郵政へと引き継がれている。中国郵政は、 早急に資金を必要としている企業やワクチン開発を開始している機関などに対し、率先的に融資を行っており、厚生地湾族自治区、琉州市の医療技術会社では、琉州の主要な医療機関に医療品や貿易物を緊急供給するため、それら医療品を購入するための運転資金を緊急に必要としていた。琉州厚生区にある中国郵政支店は状況を把握し、 高速決済サービス、グリーンチャンネルを開設している。医療技術会社は、オンラインで資金申請を行い、申請と契約に関する承認を出しており、翌日に100万元を借り入れている。また開設された即時決済サービスは、海外での物資調達の際にも使用されている。1月27日以降、日本国内では、中国、香港、 マカオ向けの個人的な小包みの配送依頼が急増しているが、感染は国内外へと拡大を見せており、これを受け1月30日風が緊急事態宣言したことで、海外では中国向け航空便の運休が相次いでおり、国際郵便物の大幅な遅延が発生している。モンゴルでは国内全ての教育機関の閉鎖と公的活動の禁止が宣言されていることから、 郵便物の処理が中断される可能性があり、マカオでは郵便サービスの一時停止を宣言、香港でも一時中断される可能性などが日本郵政に対し通達されている。2020年2月12日、バンコク郵便連合は8カ国が中国向け郵便物の受付を停止したと発表している。スイスポスト、デンマーク、ジョージア、ギリシャ、ルーマニア、セルビア、 スペイン、シンガポールポストが中国向け郵便物の受付停止を郵便連合に対し通達しており、アメリカ合衆国郵便公社も中国、香港、マカオ向けの航空便がのきなみ運休したことにより、郵便物の取り扱い中止を発表している。このほか、中国郵政は郵便物の消毒、メールボックスなどを利用した非接触配送に努めている。 中国政府は経済への影響を防ぐため中国人民銀行に対し2月3日と4日にわたり大規模な資金供給を行わせているが中国国内に生産拠点を構える日系企業ではサプライチェーンの供給網が寸断される可能性が一向に改善される気配が見えないなど予断を許さない状況となっている春節の延長や 都市部に戻る人間に対し在宅観察機関が設けられていることから従業員が出勤できず、工場の稼働ができない状態であり、稼働しているところでも、同様の理由により陸上輸送する人員が確保できず、入出荷が滞っていることなどから海運業界にもその影響は及んでおり、厳備や飛行先を変更するなどの対応に追われている。 この影響により部品供給に支障が出た韓国の現代自動車は工場の操業を停止しているトヨタ自動車の中国工場12カ所でも操業を停止しており2月17日以降に再稼働を予定しているが先行きは不透明でありホンダ日産の中国工場でも同様に停止し再稼働がずれ込んでおり日産九州工場では 中国国内からの部品供給が途絶えたことで創業を停止している。2010年11月22日、日本郵政グループは中国郵政と小口物流での提携を発表している。日本国内の EC サイトを利用する中国消費者向けに低価格の新サービス提供と国際スピード郵便の割引を行う。中国市場拡大に対し国内企業が 中国向けの割安なサービスを求めていることによる。2019年8月、中国郵政集団が独自開発したスマート無人配達車が全国に先駆け、湖北省船桃市において商用運行を始める。この無人車は全長2メートル、幅80センチメートル、高さ1.5メートルで最高時速時速15キロメートル。貨物ロッカーを30個を備え、 対荷重は2 0 0ラムで、全転候型。到着10分前に、受取人に対し二次元バーコードを送信し、到着後送信された二次元コードを車両にかざすことで、ロッカーが開く仕組みとなっている。2020年に発表された国家郵政局の報告によれば、顧客満足度は77.3%となり、前年を1.4ポイント上回っており、 主要地域での72時間以内での配達完了率は79.3%となり、前年より0.3ポイント改善されている。主要宅配業者に対する満足度は、上位から住民豊か速運、中国郵政測定物流、共同物流、引滝測定、中通り改定、百勢改定、新通改定、窓か通り測定、特区に改定、 有速改定の順となっており、有則、窓下通り、新通への満足度が向上している。香港特別行政区及び、マカオ特別行政区の郵便事業は、中国郵政から独立しており、それぞれ香港郵政とマカオ郵政局が行っている。中国切手は、1992年まで、中国人民郵政と表示されていたが、これ以降は、英文で、 チャイナと入るとともに中国郵政と表示されるようになった。前身である中華郵政は中華民国の領域の郵政組織として現存している。中国郵政の郵便ポスト。ありがとうございます。